はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はね、また超逃走中やっていきたいと思います。まあどんどんね進めていこうと思ってるので、まあ、早速やっていこうかな。で、前回本当にね、地中海やばかったね。もうなんか全然勝てなかった、本当に。だけど一応ね、かなりハンターフィギュア取れましたね。11個か、かなり取ったな。まあいいや。で、今回ちょっとやろうと思ってるのが、どうしようかな。まあ、ここしっかりやったから、まあ、こっちも日本昔話の方やろうかな。で、ミッションは5つあるのか。かなり多いね。日本昔話。かぐや姫伝説か。昔々の物語。おじいさんが竹やぶで見つけた赤ん坊は、やがて美しい娘に育ち、かぐや姫と、そういうことね、そんなかぐや姫を一目見ようと、旅の準備を整えた殿様だったが、巨人に屋敷の門を塞がれ、出発できずに困り果てていた。オッケーオッケーオッケー。じゃあまあ早速やっていこう。いや、頼む、一発でか。あ、だけどマップ的には結構広いんじゃないかな。広い方がありがたい。あ、放出まであと30秒。あ、なんかゆったりしてるね。お、誰だ、殿様か。怖いな。なんかすごいゆったりした曲だな。 BGM か。まあいいね。まあ日本っぽいね。まあ最初は多分ね、いきなりのミッションも多分あれだね、逃走エリアを拡大だとは思うんで。始まった。だからまあそうだね、まあ、まずここのハンターフィギュア取るか。ハンターフィギュア獲得。ハンターフィギュアも取りながら、やっぱクリアはしていきたい。多分そろそろかな、ミッションは。来た来た。エリアを拡大せよ。OK。制限時間になると、まあ、チェックポイント行けば、なんとかなりそうだから、ちょっとそっち行こう。じゃあ、チェックポイントは、まずは殿様に話しかける的な。あ、いや、違うか、これか。え、巨人？ダイダラぼっち。釘抜きを手に入れろ。釘抜きね。オッケー。だけど近いからいいけど、釘抜きはこの人か。ヤトコ。ヤトコさん。ダイダラぼっちの足の。オッケー。まあ、今回は正直最初は楽かな。うわ、痛そう。うわ、痛そうだな。よく血出なかったな。トゲを抜いてもらったダイダラボッチは、いや、でかすぎでしょ、巨人族。自分の家へと帰っていった。おい、ダイダラボッチのくしゃみはつむじ風となって、地蔵の傘を吹き飛ばし、地蔵の傘は狐の元へと飛んでいった。あ、多分これを取らないといけない的な感じかな。で、返す的な感じのミッションがありそう。かわいいじゃん、殿様さん。逃走エリアが拡大した。ミッションクリア。オッケー。一応じゃあ、広くはなったけど、こういう角とかにありそうだよね。うん、やっぱあるね。オッケー、一応取っとこう。獲得。いいね、順調だよ。2個目、これは阻止したいね。いや、ゆったりしていいね、本当に。街道に設置したハンターボックスから。結構多いね。地蔵の話ね。行こう行こう。おお、仲間か。まあ、チェックポイントは行きたいけど。うわー、だけどちょうどさ、あれじゃん。お、だけどあっち側行ってくれたから嬉しい。ここら辺かな。傘、地蔵の傘をくれたおじいさんの家にごちそうを届ける途中。まあ、強い方ね。神社へ向かえ。オッケー、神社神社。どうやって行けばいいの。こっちか。まあ、ハンターは3体ね。それだけ覚えとくか。ここから行けないのか。いや、ほんと慎重に行きたいね。あとコインとかも買うときに必要だから取っときたい。
お、来た来た、コンスケ、コンスケ、笠江さんの油揚げを持ってきてほしい。油揚げを手に入れろ。油揚げね、はーい。いや、めっちゃ遠いな。こっち来るか。じゃあ下から行くか。てかハンターにめっちゃ追いかけられてる。確保された。みんな頑張ってくれよ。でこっから行けるのかな。ここを回って行けばあの人かな。話しかければいいか。おーい、油揚げちょうだい。ナイス。でこの人は話せないのか。まあ早速だけどもう一回行こう。でちょっとやばいのがハンターが後ろから来てないね。 OK。 いやー頑張りたいよ。てかさっきの地中海、一応これ連続で撮ってるんですけど、さっきの地中海とは大違いだな。本当にマップが広い。地蔵に傘を届けろ。地蔵に傘を届けろ。あ、OK、OK、OK。まあ、まだ時間はあるから、ちょっとこのハンターフィギュア、取っときたいな。OK、多分ここはもう用はないんじゃないかな。さすがに。ちょっと下から行った方がいいか。ハンターはいないでほしい。頼む。他のプレイヤーが確保された。いや、いるんかい。まあ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 、一応ミッションはクリアしたけど、問題なのはいきなりハンターがいるっていうこと。おじいさんの家。いや、集中したいぞ。お礼にたくさんの食べ物を置いて、地蔵たちは元の場所へと帰っていった。オッケー。え、結構良くない？2体出るところだったんでしょう。ハッター、ナイス。ミッションクリア。ナイスナイス。え、ゲームオーバー。いや、ハンター2人いた？もう聞いてないよ。よし、ここまで来た。いや、時間かかったよ。一応ね、ミッションクリアできた。いやー、もうこれでちょっともうね、うん、クリアしたい。逃走成功なるか。うわ、やばいなー。いや、だけど、またか。拡大せよ。制限時間になるとハンターが放出される。オッケーオッケーオッケー。橋へ向かえ。橋ね。まあ地中海よりかは逃げやすいと思うんだよ。だけどさっきのは正直本当にね、ハンター2人いるとは思わなかった。いやー、2人いたのはね、ちょっと予想外だったね。だけどこのミッションをまずちょっときちんとこなしたいね。で問題なのがハンターがそこにいるんだよね、2体も。これちょっと反対側から行こう。まあ、時間はたっぷりあるから、まあ、ミッションの時間はね、限られてるけど。ここら辺行けないの？あ、行けないんだ。ここは？あ、ここは行けるのか。オッケーオッケー。さてと、橋ももう少しだから。まずは鬼退治だね。ここかな。あー、いるいるいる。桃太郎に会え。桃太郎ね。オッケー、じゃあ会いに行きまーす。いやー、こんなにいい曲なのに BGM ね、すぐ捕まっちゃうっていう、もう情けないね、本当に。あれ、あ、ここから行けないのか。やばいやばいやばいぞ。しっかりできるか。こっち側から行くのかな。
かハンターどこ行った？あー、いたやばいね。まあ、まずは桃太郎に。3人のお供にきびだんごを届けろ。3人ね。でまずはここに1匹いるんだよ。あー、いたワン太郎。かわいいじゃん、やっぱワン太郎と、で多分ほぼ2人こっち側か。でその前に、あ、いた猿太郎っていうのかな。あ、モン太郎か。あ、モンキーだからかな。で多分この裏側じゃない。これ下行かないといけないのか。あれ、あ、ここか。なんだいたー、ケンタロウ。よし、頼むよ鬼退治。これで一応クリアはできたかな。オッケーで、これで一応あの逃走エリア拡大できたから、まああとミッションが何個かな、ちょっと数えてなかったけど、まだ4つじゃない？ 3 つか4つだと思うんだよ。逃走エリアが拡大した。ミッション、だからもう1個か2個ぐらいあるはずで、あとハンターフィギュア取っといてーと。獲得、オッケー、いいね、かなり順調だけど、ちょっと怖いね、やっぱ。こういう後ろとかにないかな？ないか。エリア縮小を送信せよ。制限時間になると、あー、オッケー。金太郎に会え。金太郎ね、オッケー。てか、まあまあ近いな、ハンター出る場所。ちょっと裏から行こう。放出。まあ、あと8分か。いやー、クリアしたいぞ。コイン取ってと。だからなんかね、ハンターあんま見ないね。気のせいかな？チェックポイントはもう、うわー、なんで毎回こういう時にいるんだ。まあ、せっかくだからこういうところ、後ろとかさ、あんま見てないから、ハンターフィギュアないなぁ。ないか。さすがにもういないんじゃない？ハンター。ああ、いいね。いないから。よし、やっといけるチェックポイント。さあ、金太郎。山の方ね。へえ、あ、だけど近いね、山の方なら。こっち側か。いやー、ハンターなんでいる？うわー、やっぱ見つかるか。まあ、大丈夫かな。他のプレイヤーが確保された。おー、危ない。あ、この人かな、彦次郎。蜂蜜ね。竹取の村の蜂の巣へ。竹取物語みたいな。さてと。いやー、なんかマインクラフトだったら竹モッドとかやってそうだな。あ、まずいな。てかここら辺ちょっと見づらいな。取っといて。あ、でこれは普通にまっすぐ行けばいいのかな。あ、いや、こっから行くのか。でこの奥だね。奥だけどいるんだよな、ハンターが。お、気をつけてよ。え、すごい、蜂いなかったの。熊に
蜂蜜を届けろ。すごいですね。では多分これでミッションはクリアになるはず。いやー頼むから。あと、あ、てか言ってさ、5分か。てかね、ミッションたくさんあった方が正直いいかもね。あ、クマか。めっちゃくつろいでる。オッケー、これで、まあ、クリアはしたね。エリア縮小が阻止された。オッケー、よかった。阻止はできた。ナイス。え、なんかめっちゃ暗いんだけど。大丈夫これで。なんか夜になった的な。多分ね、こういう後ろとかに絶対ハンターフィギュアあると思うんだよ。あれ、怖い。あ、これが最後か。制限時間になると、まあまあ多いな。かぐや姫の周りに竹取りの屋敷を変え。よし、じゃあ。まあなんかここら辺はないのかな、あるとは思うんだけど。他のプレイヤーが確保された。まあしょうがないね。あのミッションを優先するか。ハンターフィギュアはいつでも取れるから、まずはクリアしたいね。危ないな今の。やばいな。来たよー、かぐや姫。あ、そうか、あの暗くなったのか、そういう理由か。うわー、めっちゃ遠い。うわ、そこか、出るとしたら。ハンター放出。いや、めっちゃ増えたな。逃げろー、逃げるぞ。 OKOKOK いいよ。いや、めっちゃ増えたね。てか言うてあと4分か、頑張りたい。もう重たい。あー、魚か。いやー、正直な、普通にミッションとかやっとけばよかった。ダイダラボッチニアへ。ダイダラボッチニア、多分この上だったね、さっき見たから。だけど近いのは嬉しい。あれ、あ、どこだ。あ、いたいたいた。いや、でかすぎなんだよね。大きなおむすびを手に入れろ。本当にでかいな。この人。あ、おむすびコロリン。あ、懐かしいな。大きなおむすびを届けろ。あ、やばいやばい。よし、おむすびを。これでクリアになるのか。大きなおむすびを食べて元気が出たダイダラボッチ。わあ、元気になりすぎだな。松の枝の天の羽衣をつまみ上げ。オッケー、でこれでプレイヤーへと差し出した。ありがとう。かぐや家に天の羽衣を届けろ。よし、じゃあ届けに行こう。他のプレイヤーが確保された。うーん、怖いな。ハンターは怖いよ。今いたからね。あ、こっち側か。なんかずっとね、マップを見てるとどこ行ってんのか分かんなくなっちゃうね。正直まだノーマルならそのハンターがねいるところ分かるんですけど、確かハードだともう見えないんだよね確か。 OK だけど一応ミッションはクリアできたね。もう一個 UFO 向かいの船が現れ、
別れを悲しむかぐや姫。いやー悲しいよ本当に。かぐや姫と周りを包み込む。待てけど一応ミッションはクリアできた。そして大きなたちに見送られながら、かぐや姫は月へと帰っていった。おお、オッケー、阻止された、よかった。で多分この人殿様がライセンスじゃない？ハンターフィギュア、あ違う、獲得。てか多分ここら辺と話したらもらえると思うんだよね。あれもらえない？なんか普通は近くにいるけど、そう今回名前ちょっと見るの忘れたんだよね、ライセンスもらえる人の。いやー、あ、もらえない。あ、この人かな。あ、多分そうだね、竹爺さんだ。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスー。で、ハンターフィギュアね、ここにあってもおかしない、おかしくないけどな。まあ、ないんだったらしょうがないね。ハンターいますねー。まあ一旦ちょっと外出て、まあどうしようかな。ハンターフィギュアとかおじいさんまだかしら。ああ、そういうことか。いやー、だから時間的にやっても、お、終わった、ハンターフィギュア獲得。やってもいいけど、これはちょっと今回はできなさそうだね。他のプレイヤーが確保された。あと一人か、やば、どんだけいるんだ。いやー、どうしよう、ここめっちゃいる、3人ぐらい。まあ、ここで待機するか、これが一番安全。待てけど、ちょっとね、やっぱ動画撮ってるんだったら、やっぱとつりたいよね。ハンターに。もう行くか。ちょっとまっすぐ行こうっと。こっち側にね、多分ハンターフィギュアまだあると思うんだよ。あるとは思うけど、結びはいかか。まあ一応もらっとくけど、多分これ誰かにあげないといけないやつなんだよね。もらえないよね、こういう中とかない。危ない危ない。一番嫌なのはその挟み撃ちされた時だね。まあしょうがないかな。まあ一応クリアはできたかな。 OK。 おう、 GG。 どうぞ成功、おめでとう。いやー、よかった。まあ一応クリアはできた。今回の獲得賞金128万。オッケー、達成。で、あんまり取れなかったな。あ、まあ6個か。いや、少ないね。まあ、ライセンスはゲットできたから。コスチュームショップ。オッケー。じゃあ、一応今回は日本昔話というなんかマップをやったんですけど、まあ、次回は違うマップやっていこうかなって思ってます。いやー、だけど、クリアできてよかったです。まあ、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。まあ、この動画が少しでもよかったら、ぜひ高評価、あとチャンネル登録お願いします。ということで、